どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうです。サクセスやっていきます。白洲高校を投手育成やっていこうかなと思います。デッキは虹谷、風なぎ、9枚1号をクラゲ、五郎をルシファー、この6人でやっていきましょう。この前のガチャかな、それで風なぎにやっと固有がつきました。諦めの天才ですね。タックボーナスがね、これでちょっと上がる。よし、あとクラゲちゃんもね、初期評価55まで、はい、解放持っていくことができました。これでやっていきましょう。アイテム、招き猫とカロリーバースね、恋愛の魔法に持ってきてないので、クラゲの評価をねしっかり上げていこうかなと思います。あー、これは中継ぎを更新したいな。中継ぎちょっと S8 を目指したい。やっていきましょう。さあ、どこ行こう。ちょっとこれ臨床ポイントあげよう。多分このデッキだとね、守備が A になるんかな。おっしゃ、オッケーオッケー。クラゲの評価上げていこう。いやー、投手更新ね、なかなかできない。本当にちょっとクラゲの強化期間短すぎよ。あれ1週間だけやったもんね。まあでもね、シラスは本当いい高校なので、ここでね、ちょっと何回もやって投手更新したいかなと思います。オッケーオッケー。まあ風だけは臨床ポイントもらえるんでね。あと技術ポイントかな。いや、精神ポイント多分不足すると思うんですけど、技術は結構余るんじゃないかなと思うんで、クイックを直取りできたらねいいんですけどね。あとは指導コマンドやね。あ、いけるな、指導。やっぱ風なぎいいね。シラスにめっちゃぴったり、ぴったりや。ポーカーオフェイス潰したら勝ち運が潰せなくなるから、勝ち運さっき潰そうかな。で、バント封じ。これ潰そう。よし。あとポーカーフェイスとリリースかな、直取りするべきコツは。おぉ、いいね。タイフィンチナイス。持てよ、持てよ、つけない、これは。体力が微妙やな。よしよしよし。さあ、指導がある。よっしゃ、 25% 取った。この 25% って怖くない？もう 10% 超えただけで俺ビビんのに。まあそうっすね、虹谷はドクター系かな。オッケー。さあ、タック早いね。妄想いきましょう。あ、告白やん。告白が来た。オッケー、足りとったんやな。何のコツが来る。伸びコツ、手応え。これはクリスマスまで待つか。さあ、134キロ、6キロか。これは無理やな。1キロ足りない。これはね、まあ評価上げか。評価上げよう。まあ虹谷だけとかやったらね、妄想かデート行ってた。俺の数上げるよ。5。いやー、行くか。これはそうやね、招き猫持ってきてるから無理して妄想行かなくていいな。それ タックで経験点稼いだ方がいい。よし、あー、いいね。これめっちゃいい。あー、これは気持ちいい。あ、ポーカーフェイスは潰せない。リリースを潰すか。内角はちょっと置いとこうかな。内角置いとこう。このタイミングで内角引かへんやろ、さすがに。
投資、オッケーオッケー。ポーカーフェイス、ポーカーフェイスね、正直査定ないから潰さなくていいと思うんですけど、引いてしまった時ね、そう思うと先潰した方がいいんかなみたいな。バス停前高校、よし出てこ、デート1回目。よし買ってくれよ、 OK。 いやこれでかいな、伸び骨1ってでかいよね。スライダーそうね、2でいいかとりあえず。よし行きましょう。よっしゃいいぞ、今んとこいいぞ。もっとね青コツ来い、青コツとタッグ。青コツがいっね来てるのとで、へんまあコントロールとかでね来てるのと、まあ変化ダブル以上って結構迷うけどね、やっぱ僕ダブルかな。チェックに行きましょう。なんか最初ね、まあブレインマスかな、一番よくやってた方向は。なんか800超えたらね、僕めっちゃテンション上がったのに、もう今じゃね1000超えなあかんみたいななってるね。よし覚えてもないっす。葵ちゃんこのイベントいらんけどね。あーこれはどうする、カロリーバーこれ使うのおかしいな、うん、やめとこう、もう一度行こう。気分転換したら、まあ葵ちゃんねできたら妄想で行った方がいいですね。 5? いける？あー無理か、ダメか。ゴーそうやね、みんなゴーやね、ゴローが来てくれたらいいんですけどね。50、これいけるぞ、50はいける。よし OK、 スライダー上げとくかで、重い球を潰そう。内角取りたいんけどな、内角本当は。よしよしよし、いいぞ、いいことやぞ。さあどうしようこれね、ルシファーのコツいこう、評価上げて精神ポイントもらえるしね。やめて、ちょっとサボり癖、サボり癖マジか。いやーここやな、もう今しかない、今しかない。結局よし、うんうんうん、いいぞ、ここやね。これはありがたい、タイピングありがたいな本当に。あと伸びきで打たれ強さかな、これちょっと残念ですね、手応えつかめなかったのは。あナイスナイスナイス、超スロボロ覚えます。タイピンね潰してもいいけどね、ちょっと置いとこう。対強打者内角も置いとくか、いやーどうする、内角取っとくか。さあ
クラゲほんと代表めっちゃ引くんだけど、坊主めっちゃ引くんだけど、いや頼むで、タイ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 ください。あはい、えまあいいよ。ここやね、投手育成、多分ね、この変化タッグに青骨があるかどうかやね、これ大事やね。まあ、こればかりは運やからね。まあ相手編で投手育成するか、まあただそうするとね、最後の方全然もう全然あの指導を追えなくなるっていうのもあるけど、まあゴロを入れてたらね、変化来てくれたら本当ラッキーなんですけど、だから僕いつもゴロ入れるんですよね。まあ怪物吸引も確定やし、あーそれ引いたか、ボタン、かわいい、さていきましょう。メンタル60、ナイスモディ。いやどうする、どうするか、これはまあ5いけたな、とりあえずこれで、うん、タイピン潰します。タイピン潰して、あこれちょっと取っとくか、金とか後ででいいんですけどね、全然。よし、オッケー、これは、うん、タックいきます。じゃあ行きましょう。そうね、セクさんで C ランク、B ランク。あ、B ランクはでもセク4の始めらへんまででいいかな。お、いいんじゃない、練習試合調子いいぞ。いやさっきねこのデッキやったんですよ、あの練習でね。じゃあマチェットに負けたんですよね。でマチェットに負けて S7 作れたから S8 いけるね、本当は。うん、絶対いける、無理したくない。これで効かないで飲み骨3までいけましたね。よし、ケアするなよ、ここ。あー、17パー、いける。よし。これでポーカーベース潰そう。消し。これめっちゃ回復するよね、クラゲちゃん。ここ一番体力回復するな。よし、緩急ナイス。よしよし、これを待っていた。ラブパワー中にこれを待っていた。打球反応を潰してポーカーフェースも潰そうか。そしたらね、敏捷は絶対足りるから大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。消し手応え OK。 ここやね、このセックス3勝負やな、やっぱり。アップルアプリね、サクセスはやっぱセックス3が勝負。いや、みんなちょっと、みんなめっちゃ精神ポイント高ない？あー、これタック行きたいけどなー、ちょっとコツを追うか。みんな呼吸高いよ。ここでラッパ終了やね。よっしゃ、ちょっと青コツを踏めてないけど、まだ大丈夫。よし、ちょっとデート行きます、ここ。デート2回目かな。頼むで、頼むで、マグロ、マグロいらんことすんなやろ。動画撮ってんねんぞ、今。よしよしよし。いや、ここでもちょっと、止めてほしかったけどね。ショート勝ってると思うで。さあ139キロいけるね。
140投げちゃえ。投資、これで5やね。投資は最後に取ろう。よし、やっと来たよ。なんかねえ、指導コマン全然来なかったけど、やっと来た。よしよし、今度ナイス。これで C なんか上がって、もっとおこつ来い。あ、おこつって指導コマンだよね。55、あ、55いけるんじゃない？いけるぞ。よし、使ったか。いや、使ったな。スライダー5。なんか潰すコツあるかな。低めとか僕直撮りでいいと思うんだけど、低め直撮りでいい。クロスファイヤー難しいね。よし、これでいいか。あ、最高。もうルシファー最高。さて34、これいけるな。どうする、34いけんねん。これただ今の不眠症のイベントいらんやろ。1個使おう。ちょっとなかなかタッグかつ指導が来なかったから、もうこれ使います。あ、よかったよかった、使ってよかった。さて、あー、37いける。40も投げとこう。うん、ケツ上がり、ケツ上がりは取るか。ここで死んでないのこと1つかむな。そうやね、取ろう。肩正骨取ろうか。あー、でもクラゲのイベントがあるからね。よし、あ、取ってもよかったな。肩正取ってもよかった。あ、ナイスいや、いいぞ、これええぞ。おしは、セクサー以内に B ランク OK ということで A ランクいけるな。いや、あとほんま変化ダックかつ指導やで。これ来たらマジいけるぞ。みんな休息好きやな。よし、 SG 高校行こう。ちょ、男女なんか負けるんだよね。なんか男女ね、試合よく負ける。チームプレーじゃないぜそれは。コツをつかめなかった。80にいった。50、これ50やね。50いこう。いや、どうだろうねこれ。あ、ちょっと50石になった。50、回避で潰すか。やめとこう、置いとこう。そうね、こうパッて見た時多分技術ポイントが余るんだろうなっていうのは大体予想つくんですけど。クロスファイヤー、キレ。おー、逃げてもないっす。あ、いいぞ。なんか今回ちょっといいね。なんかついてるな、コツついてる。ほんとあのポーカーフェイスだけやからね、引いたの。よし、逃げ玉潰そう。あとは変化タックをね、どんどん追って、まあ最終的に変化、まあスライダー6なんか6にしたい。で、超ストロボ合わせて総変化13までは持っていきたいかなと思います。よしよし、あとはセクヨンですよ。ほんとパープルアップデートする上でね、セクヨンが一番大事なんでねさっきセクサイにいたやろ。よし、これで牽制骨もらえたら取ります。もらえなかっても取ります。ちょっとニャンうるさいな。よし、6%気がせんやろ、さすがにこのタイミングで。牽制骨 OK の玉持ちを取っとこう。うん、
く。え、めっちゃ運良くない今日。今日なんかめちゃめちゃついてない俺。デート行くか。ちょっとデート進めてないな。答える回復ないけどデート行こう。あ、もし次なんか変化タックとか来てもね、カロリーバーもまだもう一個残ってるからいいでしょう。55。うわー難しい。これはもうデートやな。デート行こう。最近なんかこれ成功するぞ。よし、クラゲ評価 OK。 めっちゃラッパワーついてるやん。これ体力回復するか。これこれで OK やな、うん、これでデート終わらそう。やっぱ守備が A になるか。本当はクロスファイヤー取りたいんだけどね。クロスキャノンか。まあでもクロスファイヤーのことまだ1しか掴んでないから、うん、57。うん、対左潰します。対左低め潰したよね。ジャイロボールオッケー。いやーこれこのままじゃあ腹痛が来るね。精神分を使うな。復活で使うからね結構。あ、ナイスナイスナイス。いやいいぞ、マジいいぞ。よしダブルタックオッケー。何がいいやった。ソウルエイ、いやキレやん。やばいやばいやばい。キレはやばい。キレはダメ。ここやね。ここのダブルタックかつ、まあ、ゴローがちょこっとってね指導してくれたら、まあこっちが指導するんですけど、もうちょっと変化ポイントは稼ぎ取ったかなっていうところですね。いやめっちゃいいぞ。何これ。これいっか。これはいこう。よし、休むか。休もう。妄想でもいいけど休もう。ここはしゃしゃ行こう。6。いやーちょっと変化大丈夫か。変化まだ5しか持ってないぞ。こんなはずじゃなかった。乗りこつ取っとこう。いやーさすがに多分脅威の切れ味来られた時のことを思ったら残しとかなあかんよな。あ、そう。僕これ言いたい。復活の金属を取ってしまったら、試合負ける。ほんまに、これほんまやで。俺だけかな。いや、マジでマジで。マジで負けんねん、ほんまに。さっきね、ほんと甲子園出場して、よっしゃ、復活取ろう思ってね。取った瞬間に負けちゃえと負けたし、なこの前もなんか復活取って負けたよな。復活を、最後まで置いとく。ね、そうしよう。いやーちょっとこれ66きついな。変化66は多分無理かな。64とかになりそうやな。 OK ということで、1回戦突破ですね。どこだスタミナ。あれだわ。うん、パームやな。パーム取ろう。いや打たれ強さのコツだともう一回取っときたい。あれだわか。ちょっとまだ取れないな。
ブドちゃん、ブドちゃん眉毛がちょっとのり巻きになってるよ。三振ついてるからね、いけるな。よし、ワンアウト一二塁、ワンアウト一二塁は怖くないな。なんかワンアウト二塁の方が嫌やね。これゲッツーできるからね、ゴロね、内野ゴロ抑えれたら。しゃ、オッケー。ほんとね、しらすね、久しぶりにやったけど、マジ試合勝てる気しかしないよね。いつもね、他の高校やったら僕結構ビクビクしながらね、もうどこ抑えたら、どこ投げたら抑えれるかとかね、しか考えてないけど、あんまり正直ね、もうこういう緑とかでも全然抑えれる。ただ嫉妬するからね。ウドちゃん、なんかねガチャ更新されてね、まあ、走塁キャラクター PR 上確定みたいなあったじゃないですか。あれ僕引いてね、岩井とねホームラン2枚ずつ出たんですよ。で僕バレホームと岩井プラス4なんで、あともう1回解放できたら45いけたのに全部失敗。マジか、ほんと 30% そんな失敗するか。絶対あのガチャの解放のね 30% とこのサクセスの怪我率の 30% 違うよね。脱三振、脱三振やな。そうやね、脱三振のコツが欲しい。よし、行きましょう。抑えるぞ。ここは怖いからね。ここのこの高校が一番怖いな。こう原島才が小平が続くからね。いや抑えれるかな。結構才が当たったら常にナイスピッチ使うようにしてるんですけど。よし、いや、 やっぱこれ勝手に点取ってくれるからね。やっぱほんと楽やね。よし、お、これはまずい。これはナイスピッチ使うか。最後あーよう見たな、まあ、フランカただけか。よし、あと青トップはね、キレッと、じゃね、キレと打たれ強さかな、奪三振と、この3つやね。いや、なんか今日も感じちゃって、取れそう。おっと、やばい、これは抑えないと、ややこしいパターンやな。よし、いけた。次の練習大事やぞ。マジで？あーそっちか。そうやね、やっぱ指導やね。お、クロスファイアありがたい。復活取らへんって言うとったな。忘れ、すぐ忘れる。そ
ね。これ取っとく。いやちょっともったもったいないな。よし行きましょう。お待たせいたしました。シラス先制のピンチを迎えました。まあ変化アタックはね今回あんまり来なかったけども、これは運やからね、もう仕方ない。投球これから2球目。まあナルミもね入れようと思ったんですけど、第3球をナルミミスターゼロじゃないですか。で復活も精神ポイント使うし、まあ投手ね大体僕腹痛をよく腹痛かクロスキャノンをねいつも最後もらうんですけど、その方が高いあの可能性いつも高いのでね、精神ポイント多分足りないなと思って今回ナルミは外したんですけど、知らず全然のピンチです。まあナルミ入れるんやったらやっぱあれやね、カズナギ外した方がいいのかな。第2球決まったストライク。あそうするとまたね前指輪と指が前後するからそこは難しいんだよね。第4球をインロー空振り三振。バッターは8番高見。第1球打ちました。初球よしナイス打球反応。スリーアウトチェンジ長岡。えちょっと待って、不安にさせるな。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で通気。今日はショートゴロと三振。第2球2球目ストライク。長岡まずは簡単に追い込んでいます。投げました、打ちました。これはショート正面。よしオッケーオッケー。ちょっとテントロ不安にさせないでくれ。あやっぱ最高やなシラス、もうめっちゃ好きやシラス。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で打ちました。アルボー。第2球なんかご飯の上にねしらすかけたら美味しくない？めっちゃ好きなんだよね。第4球はアウトコース低め空振り三振。低めなんかね最近ね納豆をね食べようと思ってね朝、まあ、朝僕普段納豆食べるようにしとるんですけど、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライクストライク。ワンボールツーストライク。なんか混ぜてるだけで、ね、納豆なんか気持ち悪くなってくる最近。これって年取ったってことかな。別に匂いで気持ち悪くなるとかじゃなくて、なんかまず取ったら目回ってくるんですよ。それでなんかもうなんか朝から気分悪くなってくるみたいな。それ俺だけかなこんな思ってるの。ランナー2人を置いて迎えるバッターは大里。初球超スローボール空振り。投球これから2球目。ちょっとこのもう 0. 何ミリやっていうこの穴を通す。トライ。ああ。打った。セカンド。オッケー。左へのライナー。試合終了。よし。やっぱ試合長いな。シラス。なんか半分はサクセス。なんか7月1週目までやけど、半分はなんか試合やってるよね。よし。A ランクいけた。よっしゃ。変化。ああ、それを待ってた。そうやね。これはもう変化いきます。で、ここで僕は切れこと絶対掴む。予言者やぞ。あ、関係ありがとうございます。ちょっと待って。俺今大事なこと気づいた。え、変幻自在来た。あ、来てたー。よかったなんかもう全く記憶いなかった。今、葵ちゃん見て思ったんだけど、変幻自在の金属来とったっけな、思って。あ、よかったよかった。なら大丈夫。そうね、復活は取りません。復活は最後に取ります。いやいいぞ、これいいんじゃない。そうやね、多分6-4とかになりそうやなこれ変化量。球児たちのは、まあ、6-6でこの青徳の数やったらおそらく S8 いってると思う。球速も150あるし、伸びこともすでに取ってるから155までもしかしたらいけるかもしれない。第2球それ投げました。よし、あ、やっと8回やん。8回まで、え、マジで3球で仕留めてみせました。直球見送ってストライク。いきなり150球。OK、音鳴る。第2球見送ってストライク。よし、これ3球で高め空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。長岡、うん、カロリーバー1個残っちゃったな。コントロール行きましょう。ブンブ
パーム取るか。いやー、これどうしようかな。形勢逆転、打たれ強さも取るか。いやー、キレコツを取っときたかった。いやー、キレコツ取っときたかったな、これ。直撮りするか。キレコツ直撮りしよう。お待たせいたしました。さあ、焦点に6番シラス先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で富田、初球見送ってストライク。いきなり150キロ投げた。アウトコース低めいっぱい、ストライク。投球は3球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。長岡ナイスピッチング、ありがとうございます。1球ストライク、タイミング合いません。投球これから2球目、第3球を打ちました。あー、ちょっと待って、ブンブ強いね。ほんまブンブ強いっす。ブンブ1点先制、1対0。いや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 、そんな打たれんでいいよ。ツーアウトランナー13塁という場面で宮地、第9パームボール見送ってストライク。なんかこう球児見とったらすごいなと思うね。なんか正直さ、甲子園出場してさ、絶対緊張するやん。もう夜も寝られへんやん。やのに朝からね、あんな熱いところ、まあ浜風があるからまだあれかもしれんけど、やっぱ緊張感の方がすごいから、そこでね、なんか実力出せる子って本当スターだよね。見逃し三振、三球三振、ズバッと決まりました。第1球、内角低めいっぱい、ストライク。第2球、アウトコース低めいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。投げた、アウトコース低め。僕なんかさ、あのサッカーでね、ずっとゴールキーパーやってたんで、なんか PK とかだけでもね、もう足震えとったのに。しらす同点のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で西野、今日は甲子園とかね、やっぱスカウトとかもおるし、他のね高校の子も見てるし、一般の方も見てるからね。第3球を見逃しの三振。そんなところでなんかね、普段以上の投球できる人って本当すごいよね。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、まあ、バッターも一緒ですね。打ってる人もすごいなって思う。一三振、外角低めいっぱい、ストライク。これで何や、そのちっちゃいメガネ絶対絡ね合ってないやん。よし、オッケー。空振り三振、得意のジャイロボールです。あ、ルクチャーカンパチか。カンパチとちょっとこのブーが似てる。カンパチブーとコウモトやね。ツーアウトランナー二塁という場面で宮下、今日はここまで3打数1安打、抑えた勝ちやぞ。第2球、インコース低めいっぱい、ストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。ということで決勝行きましたね。空振り三振。いや、最後指導来て綺麗掴んだらもうイエーイやのにな。お、来てるぞ、来てる来てる、これはいけるんじゃないか。手骨安全圏、ありがとうございます。じゃあ、まあここで復活とか取りましょうか。変幻自在、脱三振のコツ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、復活取らして、復活させてくれ。脱三振、まあ、そうね、変幻自在、後回し、クイック1個だけ取ろう。あれ、もしかしたらこれ6-3になるかもしれん、6-4いけへんかもしれん。やべやべやべ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ復活取った、取ってるね。根性取るか。155キロ、よし、 OK、 行きましょう。そうやね、これ腹痛がきますね、最後。マジか、変化量足りんかったか。まあしゃあないね、これはノーヒットやで。ノーヒットのになんでワンアウト二塁やねんって話や。これ絶対フォアボールで盗塁されたやろ。知らす同点のピンチを迎えました。なんで二塁だろ、なんでランナー二塁という場面、なんで二塁やったの。ヒット一回も打たれてない、エラーか。そういうことか。第2球打ちました、よし。このバッターはナイスピッチ、使いたくない。第3球を投げ高めいっぱい、見逃し三振。長岡、ヤシマね、で仕留めてみせました。ヤシマ打たれるからね。さあ次の投球、低めのボール引っ掛けた、ファールボール。男の勝負。第3球は、あ、やめてやめて、ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱ打ってくるな。
第9ランナースタートボールを2塁送ったタッチはパンパチ盗塁を阻止しました。いやパーム投げたよね。パーム投げて刺しちゃうね。フォーマト起きないわあのパンパチやるな。第9マジちょっと待って今見たバント構えしとって引いたで、引いてヒッティングいったで。第2球打ちました。いい当たり。よっしゃ、おいバントしたらよかったよ絶対。あんなことすんねんな最近、なんかトリッキーなことしてくるよね。初球空振り。なんかね帝王実業もね、なんかバント構えしてないのに途中でバントされたことあったから、先ほどホームランの長井びっくり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 ビンビンやな決まりました。第2球よっしゃいけたいけたいけた、甲子園一緒やね。オッケー、あんまピンチこんかったな甲子園。ドラフトは1位やね。で中継ぎでいこう。いやこれどうだろうね、 S8 行きたかったけどどこかな。クラゲも45にしたいね。今45にしたいキャラクター、ホムラ、イバイ、クラゲやな。あ9000超えましたね。うん、あフレンド依頼してよかった。50やったんすよね。グッズ OK で変幻自在どっだけ取っちゃったら多分パーム1個覚えれるけどキリが取れなくなる。いやキリなんか、いやパームにするか。ちょっとあの変化ポイント余るんでね。うんそうやな、ちょっとキリコツ今回取らないでおこう。荒れ玉緊急登板で、そうスピー、そうやな。あ、いいんじゃないか、いいんじゃないか、これ。あ、これ。え、あ、そうやな。球速上げられんのやったら、もう、パワー上げよう。うん、こうします。155キロ CB ですね。で、変化やっぱ64でしたね。で、ちょっとソロボール1で、合計11やね。でも青徳が今回素晴らしい素晴らしい、うんありがとう。まあ切れこつやね。あとこれはしゃあない。はい、これで S8 は行ってないかな。 S7 かな、 S6 S7 絶対出たと思ったけど S6 でしたねはい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画楽しんでいただけたらぜひチャンネル登録高評価をしててね。変化タックもうちょっと踏めてたらいい投手作れてたかなっていうところですね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。